こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では真冬に活躍する暖かくなるファッション小物を5つ皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ、最近はですね、だいぶ寒い日が続くので、寒がりの僕としてはですね、なかなかしんどい季節なんですね。こういう季節こそですね、ファッション小物の力を借りながら暖かくですね、過ごすことが大切なのかなというふうに思っています。ということで、今回はですね、スタイリスト目線でこういったファッション小物があると真冬でも便利だよというものをですね、5つ皆さんにご紹介をしたいなというふうに思っています。結構定番的で皆さんが知っているようなアイテムから、これはですね、結構最新で今まで知らなかったなと思うようなアイテムまでありますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。はい、それではですね、早速1つ目のアイテムから解説をしたいんですが、まず1つ目はですね、手袋ですね。まあ、最近僕が購入したのはこちらですね、ノースフェイスの手袋なんですけども、これは最近買ったものの中でも非常に気に入っています。まあ、真冬といえばですね、手袋は欠かせないアイテムかなと思うんですね。さすがにですね、ポケットに手を突っ込みながら四六時中過ごすわけにはいかないので、もちろん僕も手袋を愛用してるんですが、今年買ったこのノースフェイスの手袋というのはですね、かなりタイトな作りになっていまして、手にですね、ものすごくフィットするんですね。それがすごく気持ちがいいんですね。まあ、伸縮性もありましてフィット感があるので手が動かしやすいんですね。その点はさすがアウトドアブランドということもあって、そういった機能的な面もですね、非常に使い勝手がいいかなというふうに思っています。そしてもう一つ特徴的なのは、手袋をしたままの状態でもスマホの取り扱いができるという点なんですね。まあ、最近の手袋はですね、こういった機能がついているものが多いんですが、ちゃんとスマホがですね、反応してくれるので、これでですね、文字をガツガツ打つことはさすがにないかなと思うんですが、ちょっとした操作ぐらいだったらこの手袋で全然できてしまうのかなというふうに思っています。デザイン自体はめちゃくちゃシンプルですよね。オールブラックで木をてらった部分がないので、いろんな着こなしにも結構馴染みやすいんですね。もちろんダウンのようなスポーティーなアウターにも合いますし、あとは意外とですね、チェスターコートだとかステンカラーコートだとか、こういったロング丈のアウターともですね、そんなに相性が悪くないんですね。まあ、このようなきれいめなコートにもですね、少しスポーツの要素を取り入れるには、こういったノースフェイスのロゴがついた手袋なんかもですね、なかなか使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんにもですね、チェックをしていただければなと思っています。アウトドアショップでも取り扱いがありますし、あとはさまざまなセレクトショップにも取り扱いがあるので、ぜひ皆さんには見ていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、これまたですね、冬場においては間違いなく必要になるアイテムなのかなというふうに思っています。マフラーですね。まあ、皆さんもですね、マフラーはお持ちかなと思うんですが、マフラーって結構目立つアイテムなんですね。というのも、これって顔周りに位置するアイテムなので、結構ですね、視界にも入りやすいんですね。ですので、マフラーの選び方次第で全身のイメージが全然変わるので、ちょっとですね、マフラーには投資をしてもいいのかなというふうに思っています。しかもですね、メンズファッションで使うようなアウターというのは基本的にブラックですとかネイビーですとかダークグレーが多かったりするので、そういったアウターの色で遊びを効かせることってなかなかできないかなと思うんですね。そういった時にマフラーで少し色を取り入れてみるだとか、柄を取り入れてみることで着こなしの中にですね、アクセントを作ることもできるので、ぜひですね、皆さんはマフラーにはこだわっていただきたいなというふうに思っています。僕が今持っているのはですね、2年ぐらい前にセレクトショップのエディフィスで買ったものなんですが、こういったマフラーに関しては結構セレクトショップのオリジナルだとか、マフラー専門のブランドなんかもあったりするので、皆さんにはぜひですね、セレクトショップでだいたい1万円から1万5000円ぐらいの単価でマフラーを探してみると良いのかなと思っています。まあ、1月ぐらいに入るとマフラーもですね、セール価格になったりするので、そういったタイミングにですね、ちょっといいものも投資をして買ってもらえるといいのかなというふうに思っています。まあ、マフラーの巻き方に関しては過去に動画を出していますので、よかったらそちらの方もチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目にご紹介したいのは、今僕が着ているですね、ユニクロ U のリサイクルダウンになりますね。これも以前の動画で解説をしたことがあるんですが、これは去年買ったダウンの中でもですね、結構気に入って日常的に着ています。このダウンを主役とした着こなしも悪くはないんですが、僕はですね、特に真冬に関してはこの上にロング丈のコートなんかを着ながらインナーダウン的に使うことが多いんですね。そこまでボリューム感がないので、重ね着にも適しているアイテムなので、暖かさを追求する上でぜひ皆さんにはですね、チェックをしていただきたいアイテムかなというふうに思っています。インナーダウンというと、ここ最近はですね、様々なブランドから出していて、僕自身も日常的によく見るんですけども、その中でもですね、圧倒的にコストパフォーマンスが高いのが
ユニクロのこのインナーダウンかなというふうに思っています。まあ、デザインに関してはオーソドックスというよりはですね、やはりユニクロ U が手掛けているだけあってですね、少し特徴的なデザインになっているかなというふうに思っています。ですのでこれ1枚で着ても結構様になりますし、インナーダウン的に着てもですね、この V ゾーンのバランスなんかも結構良かったですので、かなり使い勝手がいいかなというふうに思っています。インナーダウンに関しては僕はいくつか持っているんですけども、こちらのユニクロ U のものと、あとはインナーダウンをですね専門にしている体温のものもあるんですけども、この2つをですねうまく使い分けながらですね僕は活用をしています。こういったインナーダウン的なものが1つあると結構重ね着の時に重宝するので、ぜひ皆さんもですねチェックをしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて4点目にご紹介したいのは、結構これはですね皆さんにとっては初めて見るようなアイテムなのかなというふうに思っています。今僕が着ているこちらのアイテムなんですけども、パッと見はですね何の変哲もないようなダウンベストに見えるかなと思うんですね。まあ、どこから見てもですね特徴的な部分はないんですけども、このインナーダウンのすごいところは背中にですねシート状のヒートシステムが内蔵されているんですね。これは外からではですね全くわからないと思うんですが、本当に薄いシート状のものがですね背中に内蔵されていまして、モバイルバッテリーってありますよね、こういったスマホを充電するようなもの、これをつないでこちらのスイッチを押すことで背中がですね一気にあったかくなるんですね。これはなかなか画期的な商品かなというふうに思っています。ちょっとやってみたいなと思うんですが、このようにモバイルバッテリーを実際につなぎまして、こちらのスイッチをオンにしますと、背中がですねだいたい30秒ぐらいするとあったかくなってくるんですね。これがですね真冬はめちゃくちゃ便利なんですよね。まあ、最近はこのようなヒートシステムを内蔵したインナーダウンというのはちょこちょこ出てきたんですが、数年前にはですねまず考えられなかったようなアイテムかなというふうに思っています。こちらはですねネオヒートという商品なんですけども、僕自身も商品開発に協力させていただいたアイテムなんですね。最近はですねこちらのチームからはちょっと離れてしまっているんですけども、こちらはですねめちゃくちゃ使い勝手がいいので、僕自身も去年もガンガン使いましたし、今年もですね特に1月後半から2月にかけてはですね活躍してくれるのかなというふうに思っています。まあ、ベースのデザインとしてはめちゃくちゃシンプルですよね。サイズ感は割とコンパクトめにできていまして、なるべくですね背中がフィットした方があったかいんですね。今も実際に背中がめちゃくちゃあったかくなってきてるんですね。結構ですね寒さって背中に来ることが多いと思うんですね。ここを温めるだけで寒さの感じられ方が全然変わってくるので、なかなか便利なアイテムかなというふうに思っています。最近はこのようなヒートシステムを搭載したようなアイテムはたくさん増えていまして、先ほどもちょっと名前が出てきました体温だとか、あとはナノユニバースのアウターにもこういったシステムが搭載されていたりするので、ぜひ皆さんもですね頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。僕自身もこういったものを活用しているんですが、このような着こなしというよりはこの上にロングコートを羽織って着こなしの中にですねうまく混ぜ込みながらこういったアイテムを活用するようにしています。まあ、今回の動画でこういったアイテムがあるということを初めて知った方もいらっしゃるかなと思うんですが、ぜひですね便利アイテムなので頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はこちらですね。動画の中でもおなじみのアイテムになっているかなと思うんですが、無印良品の綿であったか長袖 T シャツというアイテムになりますね。これはですねめちゃくちゃ便利で、僕は毎シーズン 2,3 枚は買うようにしてるんですけども、やっぱりですね肌に直接触れるようなベースの下着があったかいと全然感じられ方がですね変わってくるかなと思っています。まあ、こちらのロンティに関してはユニクロでいうところのいわゆるヒートテックと同じような仕組みになっていまして、着てるだけでですね暖かさを感じるようなアイテムになっています。まあ、ユニクロのヒートテックもすごく好きなんですけども、肌触りがやっぱりちょっと違いまして、ヒートテックは化繊でできているので割とサラッとした肌触りなんですけども、こちらの無印のインナーに関しては綿でできているのですごく柔らかくて自然な肌触りになっているんですね。この感覚は僕自身は気に入っていて、どちらかというと僕はここ数年はですね無印良品のインナーを活用するようにしています。もう今年に入ってからですねちょっとパッケージが変わったんですね。ですのであれちょっと取り扱いがなくなっちゃったのかなと思ったんですが、ぜひ皆さんにはこのパッケージを探していただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では真冬に活躍する暖かくなる小物を5つご紹介させていただきました。結構ですね様々なものがあったと思うんですね。中でもヒートシステムをですね内蔵したインナーダウンというのはですね聞いたこともないという方もいらっしゃったのかなというふうに思っています。
このように数年経つとですね、様々な面白い商品が世の中にはどんどん出てくるんですね。一番最初にご紹介したノースフェイスの手袋もですね、以前は手袋をしながらですね、スマホをいじることができなかったんですが、そういった部分なんかにも対応していくわけで、結構ですね、年々こういった便利なアイテムが世の中には溢れていくので、そういったものを実際に僕は買ってみて、これからもですね、皆さんにご紹介をしていきたいなというふうに思っています。ぜひ皆さんもですね、今回ご紹介した5つの小物を活用しながら、寒い冬をですね、乗り越えていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。